こんばんは。今日は日曜日。みんな今日さ22、3度ぐらいだと思ってたんですよ。で雨降るみたいな、だからああ今日また寒いんだろうなって思ってたんですよ。そしたらめっちゃ暑かったね今日。びっくりした、暑すぎて。夏だった昼間、真夏だったよ。天気予報すごい変わるからびっくりしました。こんなに変わるんだって思ったし、あの朝晴れてたから、あこれ洗濯物干せるなって思って干したんですよ。それ正解だったな。で今日はあのお気に入りのあのエピノのロンティがお気に入りなんですけど、そのロンティがなんか染みついけちゃって、染みつけちゃったんですよ。おい、雷鳴ってたの？マジで？雨、雷、違い届けはそんな、なんも、だったよ。あ、そうで、染みつけちゃって、で、お気に入りだったから悲しくて、漂白するぞって思って、ママと一緒に朝、一生懸命漂白したんですよ。で干してて、で漂白できた、よっしゃーと思ったんですよ。綺麗になったんです、そこの染みついたとこ。でペロって裏めくったら、ペロって裏めくったとこにもう一個染みついてた。なんかそれは調味料っぽかった、なんかのなんかスンドゥブとかそういう感じの赤いなんか汁が飛んだみたいな。もう悲しかった、みたいな。もうなんか手洗いして全然消えなかったんですよ、そのシミが。ではこれもう漂白しても消えなかったら悲しいなと思ったぐらい、結構なんか落ち込んでたので、それが白くなったからよっしゃーって思ってたら、その一緒に染み抜き そびえてた場所を発見してしまって、悲しい気持ちになった。だからもう一回同じことやり、そうまだいた、どんだけこぼすんだよって。どんだけこぼすんだよって感じだと思うんですけど、でもその染み知らなかったんですよ。だからそれの方が落ちるか不安。なんかそのついてたやつは、最初の染みは多分ファンデーション系の汚れだったから、まあよく見たらわかるなって感じなの。でもなんかそのスンドゥブみたいなやつはもう赤だから目立つじゃないですか。悲しい、なんでこんなこぼすんだろうって思いました。もっともっとなんか綺麗に、そういうさお気に入りの、まあ、この前服破いたのもそうだけどさ、お気に入りのやつに限ってそういうことするよね。白服好きなんですよ。だから今日ママが帰ってきたらまた聞こうって思います。あもう一箇所あったって、もう一個あったんだけどどうしようって聞こうって思います。でレストランとかでもさもらうじゃないですか、お洋服に飛ばさないように。でもさなんか
膝掛けっぽいやつしかもらわないから、だから結局そこにはこぼさないんだよね。そうでも今日はこぼしてないですよ。今日は綺麗に食べました。これはまた同じものが売ってないんですよ。すごい受注予約で、すごい売り切れの争奪戦だったんですよ。争奪戦でちゃんともう受注予約して買ったやつだからもう売ってないんですよ。しかもそれおりんちゃんとねお揃いなの、偶然なんだけど、偶然にもおりんちゃんとお揃いのエピヌのロンティーだから、おりんちゃんと一緒に着るまでは死ねないぜ。そうか、おりんちゃんで思い出した、あの私金曜日はジップ&キャンディーを見に行きました。亀有ディディオホールの、私が見た回はあと大西さんと、あそうセナタンはいつも出てるけどの回を見に行きました。行けてよかったです。ほんとこれはまあ行くって決めたし、いけるなーと思ってたんで大丈夫だけど、めっちゃ可愛かった。舞台セットが可愛かったし、まあもともと絵本のお話だから、なんかこうキャラクターとかも絵本のキャラクターって感じで可愛かった。でもなんか途中混乱しそうになったけど、やばいと思って、なんか何がどうなってきたってなりそうだったけど頑張って理解した。なんかこう主人公の心が成長していくところに感動しました。あと大西さんのキャンディーが可愛かった大西さんのキャンディーが可愛くてさ、すごいキュンキュンでした。めっちゃ可愛かったです。なんかこう美術を見た感じとなんか動いてると全然印象が違くて、だから余計にこうギャップが大きかったです。自分の中でさ、こう美術とか見た時に、あこういうキャラなのかなってある程度予想するじゃないですか。それと全然違った。そうセナタンもそうだけど、あと結構笑いの要素もいっぱいありました。思わず笑っちゃうところもいっぱいあって、面白かったです。椅子ふかふかだった。カメアリリリオホール、あ感動だよ。感動もしたけどなんか面白かったどっちもあるって感じのお話。セナタンがちっちゃくて可愛かった。なんか役的にもなんかすごい、もうこれネタバレになっちゃうか、そう可愛い組織の一味だったから可愛かった。そうなんかほっこりしたな、いいお話だったし、おりんはおりんでなんかああいうキャラの印象なのかなって思った。なんかああいうキャラしかも似合うんですよ。そのキャラが似合うからなんかわかるし、
なんか前回のそのなんだっけ、前回オリンが出てつも見てたから眉間にちょっと被る部分があって、オリンこの系統得意なんだなって思った。トモさんも言ってたけど途中めっちゃ走るシーンがあってそこが面白かった。オリン走っとると思って、走れオリンって。あのキャラが似合うんだよね。あなんかちょっとなんかバカっぽい、バカバカっぽいキャラっていうかなんだろうな、なんかちょっと子供っぽい、子供っぽいキャラクターがすごい似合う。思って、そういう一面を見れて楽しかった。声も若いじゃないですか、オリンって声も高いから余計に似合うんですよね。なんかね、そう、それぞれになんかこうなんかチームみたいのがあるんですよ。それが可愛かった。なんかそれぞれのなんか人種みたいな感じであって、それがなんかちゃんとキャラがあって、それぞれの人種ごとにキャラクターがあって面白かったです。でもポスターがなくて、私いつもポスターと写真を撮るのが恒例なんですけど、それがなくてちょっとなんか知ってる人がいっぱいいたんですよ、ホール。なんかホール着いた時に、あ、知ってる人めっちゃいると思って、結構なんか気合を入れて早く着いちゃったんです。で、あ、知ってる人がいっぱいいてどうしようと思ってですごい挙動不審になって、でもポスターと写真が撮りたいと思ってちょっとオロオロしてたんだけど、でもそうポスターがすぐ見つからなくて、このままなんかオロオロしてたらどんどんみんな見つかっちゃうと思って、でちょっとあんまバレたくないって思って、もうすぐ客席行っちゃったんですけど、でもまあなんか結局なかったらしくて、なんか言うてなんだろうな、オリンのファンの人とかはもう16期とかの時、なんかこう16期のファンの人って知ってる人が多いんですよ、やっぱり。まあ共通してるっていうか、なんかやっぱ見たことあるなっていう記憶、他のファンの人とかでも、まあ、オリンのグッズ持ってるとかさ、そうファンの人も結構分かったりするから、そういう人がいるから知ってる人だーと思って思って、その人の名前までは知らなくても、うん、結構わかる他のファンの人とかね。だからこれからとかだったら、まあ、チーム B のファンの人たちの顔を覚えていくと思うけど、そういう感じでサッカー4のファンの人とかも覚えてくるし、そうみんなもさ多分そう気使ってくれると思うしさ、なんかそれがなんかさあ申し訳ないなと思って、でそうおろおろしちゃった。であのホールが9階だったんですよ、でエレベーターもあったんですけど、そもそも行くときは
これエレベーターだったら絶対分かっちゃうなと思って一生懸命エスカレーターで登ったんですよ。でも帰りってもうそこのなんかイトーヨーカドーがもう閉まっちゃってるからもう階段しかなくて9階から1階まで階段ダッシュした。久しぶりにあんな階段降りた。でもなんか共に階段ダッシュしてる人たちもいた。別になんかそれは私についてきてるわけじゃなくて多分エレベーター待つからちょっと一緒に何人かと一緒に頑張って階段降りてた。そう、罰ゲーム下山。まあ上りじゃないからね、上りで9階まで階段で上ってくださいはやばいけど、そう、まあでも混むからね、エレベーターもいっぱいあるわけじゃないから。ちょっとだからいつもドキドキする、こういうなんか劇場見に行って。だいたい私ゲネはいつも行けないので本番期間に行ったりするので今日ぞ今日ぞしちゃう。一人でこう見に行くこともあるから。いや関係者で行ってるよ、関係者で行ってるけど、でもまあ見る場所は一緒じゃないですか。時によるんですけどね、関係者エリアって時もあるし、普通に客席の中に、今回とかって普通に客席に紛れてたよとか、時による。一人、そういう時に一人とかだと緊張する、すごい。でも無事に感激できたし、そう楽しかった、見に行けてよかった。亀有なんてなかなか行かないけどいい街でした。すごく亀有はあんま堪能できてなかったけど、あの下町の雰囲気、あの辺の雰囲気すごい好きでした。結構開演が遅かったんですよ、開演が7時とかだったんです。だから先にご飯を食べようと思って早めに亀有の方に行って、亀有じゃなくてちょっと北千住でご飯いっぱいあるから北千住ご飯食べようと思って、で北千住のちょっと狙ってたご飯屋さんがあったんですよ。でそこに向かってこう歩いてたんですけど、着いたらまだ開いてなくて、お店があれと思って、なんか調べたら、調べた感じだともう開いてる時間だったのに、多分まあコロナとかもあって変更になってるのか分かんないけど開いてなくて、店員さんはいたんだけどまだ多分なんか開いてなかったからあれと思って、わあどうしようって思った時に2つ手前ぐらいのお店が開いてたから、開いててちょっとなんか定食って書いてあったから、お定食いいじゃんと思って入った。レバニラのお店超美味しかった、もう感動した。なんかレディースセットって頼んだ、もうとにかく時間がなかったからもうメニューもなんかあんま見ずに、とりあえずレディースって見えたかも、あこれがちょうど良さそうだなって、あじゃあレディースセット一つでってお願いして、そうサラダが出てきた、なんかもうバケツみたいなサラダ出てびっくりした、ドーンってそう初めて。でそうレバニラとお味噌汁とお新香と
ネギトロ丼みたいな出てきて、ミニネギトロ丼出てきて、そうレバーは、まあでもなんか一番そうレバーはもう全部ダメだったの、レバーがダメだったんだけど、でもそうレバニラは鶏レバーで、まあ鶏レバーが一番食べやすいレバーなんですよね。だからその鶏レバーのレバニラでめっちゃ美味しくて感動しました。あれの2倍食べれる。豚が一番多分癖強いんだよね、豚レバー。でも私もなんか鶏だろうとなんだろうとレバーがダメだったから、ちょっと第一歩そこは鶏のレバニラの超有名店って感じだったから、すごい美味しかったで、調べたらさ、そうなんかあまりにも美味しかったから、もう店名も見ずに入ったわけよ。まず最初に焼き鳥のレバーちょっと興味持った。店名も見ずに入ったから、とにかく急いで、だから出るときに店名見て食べログ入れたらさ、その2号店だったんだけど、1号店の方が100名店でさ、めっちゃ食べログも評価高くて、なんかすごい人気店だったから、いやそりゃそうだわって思って、すごい納得したし、もうみんなにも超おすすめしたくて、まずお店の名前とかメールに送っちゃった。混んでなかった、そう誰もいなくて、ちょうど私が食べてる途中ぐらいになんか女性の4人グループみたいな、女子会みたいな奥様方がいらっしゃったけど、まあ時間帯早かったからすごい空いてて、多分本店の方はすごい混んでるっぽいんだけど、まだその私が行った2号店は穴場だから、まだ空いてる方なんだと思う。でそんなお店広くないけどね、美味しかったです。でレバニラとなんか唐揚げとかが有名っていうか、そこの一押しっぽい感じがした。唐揚げもすごい美味しそうだった。えそう850円とかだったんですよ。絶対になんか1350円ぐらい取られそうな内容をが850円で感動した。北千住ラブってなった。レバーの唐揚げじゃない、鶏の塩の唐揚げ。ブログ保存した。これはそう男性も女性も行きやすいお店だと思う、それぞれ一人でも行けるな。そうカウンターがメインのお店だったから、なんか逆にグループとかだとあれかも。本当にカウンターが全部からカウンターっていう店、レディース割りじゃなくて普通の定食でもそれぐらいだと850円950円とか1000円超えてなかった。すごい安かったよ。お酒もあったよ。いろいろ詳しいです、ご飯大好きだから。でも北千住他にもいろんなお店、そうそこのお店に行くまでもいろんなお店を通って、でもなんか基本はなんか飲み屋さんって感じだけど、飲み屋さんがいっぱいあった、飲み屋さんがいっぱいあったけど、そうだから一人で飲み屋に行く勇気はまだなくて、そういう点でもちょうどよかったし、飲む時でも使えるお店だし、飲まなくて普通にガチ定食だけ食べたいんですっていう時でも使う、マジでなんか使い勝手が良すぎるお店って感じだった。また機会があったら行きたいなって思ったし、その本当は行きたかったお店もうちょっと
リベンジしたい。一人で行きますよ。私は結構一人でどこでも行けちゃうタイプです。あ、友達とかとご飯食べるのも好きだけど、一人でも問題なくいろいろ行っちゃう。どっちも好き。一人でいるのも好きだし、友達といるのも好き。どっちもど、なんかどっちにもど、な、ん？どっちもそれぞれに良さがあるから。しかも提供もめっちゃ早かった。もう最高だった。着席してすぐ出てくるし、でちゃんと予定の、もう本当に時間がなかったの。もう全部でも入ってから出るまででもあと20分ぐらいしかなくて、でうわーと思って、やばい間に合うかなって思ったんだけど、提供が早すぎて全然余裕だった。美味しいお店探すの大好きです。着席して、そう、もう着席した瞬間にもう、あ、もう目に入ったレディースセット頼んで、でそっからまあ5分以内には出てき始めてたから、20分ちょいぐらいあったかな、25分ぐらいかな、25分以内には出てた。もう着いてからで終わるまで25分以内だった。風のような速さでいなくなってった。まあなんか空いてたのもある。え、そう、コスパ良くて美味しいお店に当たったからめっちゃ嬉しくて、え、もうメニュー、そう、即決、もうとにかく時間がなかったので、そこが北千住の踏切を越えた先だったので、踏切がマジで開かない踏切で、でそういうのも考えたら本当にもう急いでないと間に合わないと思って、なんかこんな開かない、あ、そう、路線多いからと思うけど、マジでなんか5分ぐらいずっと待ってずっと開かない。踏切ってこんな開かないんだと思って。有名なんだ、めっちゃでかい踏切ですよね。しかもあそこ、橋は1個あったんだけど、1個もあったんだけど、なんか2個の踏切がつながってるみたいなところで、1個あってもう1個がなくて、結局踏切待たなきゃいけないみたいな感じだった。有名なんだ。そう、2段階だった。じゃあでも良さげな街だった。なんか街の雰囲気ってやっぱあるじゃないですか、それぞれ。なんかごちゃごちゃはしてるんだけど、ごちゃごちゃしてるのになんかこうあったかみがあって、なんか通いたくなるなーっていう雰囲気がすごいある。いろいろそう開拓したくなる感じ、まあ、下北とかもそうなんだけど、まあ、それよりなんか、まあ、下北よりもちょっと飲み屋街感はあるけど、新橋はもうちょっとなんかサラリーマンみたいな
感じ、ちょっともうちょっとお硬さを感じるけど、そう硬さがいい感じになくて、そう下町って感じの雰囲気です。すごい雰囲気良かった。そうあんまり行ったことがない場所だったからワクワクした。東京っていろんな場所があるんだなと思った。新橋は都会ですよ。だちょっと歩いたら銀座だもん。新橋と銀座もほぼくっついてるみたいなもんだから、なんかその辺はちょっとわかんない。東京広いなって思います。タワーマンション、タワーマンションどこも増えてるって言いますよね。なんかその時代の流れでこうなんだろう、昔はなんかこう女の人は専業主婦みたいな流れがあったけど、共働きっていうのが普通主流になってきたから、なんだもう収入が、ま、そうなると普通に自然と上がるじゃないですか、世帯収入が。だからこうタワーマンションが増えてきたみたいな、見てなるほどって。タワーマンション怖い。地震が多い今の時代にタワーマンション怖くないですか。だってもう絶対にエレベーターなんて止まるじゃないですか。あー停電にもなったらやばそうだし、戸建ても怖いな。戸建てはなんだろう、一人でいる時が怖い。一人で2階上がるの怖いよ。最上階スマホ電波弱いの、そんなことある？地下3階とか日当たり。まあ確かに下の人のとかこうドタバタしても怒られないところはあるけど、あゴロゴロいった。これはあのお腹が空いてます。そうなんか戸建てはちょっと怖いな。そう誰もいないのに音がしそう、戸建てってね。なんかそういう時にさ、ハッってなったりするから。すすと今はね、うん、確かにタワーマンションだったらタワーマンションに住むっていう憧れはあるけど、タワーマンションの4階ぐらいに住みたいとしたら設備はすごいしっかりするじゃないですか。それは高級だからコンシェルジュさんがいるとかさ、それは相応のなんか良さがあるわけで、タワーマンの低層階に住みたい。夢はタワーの設備費確かに高そう。タワーいや高層階はちょっと地震があった時に、そういいとこ一番いいとこ
あ、管理費が高いんだ。普通のマンションでよくないですか？じゃあそれ言い始めと終わりだよ。普通のマンションでよくないで、まあ、確かにで終わっちゃうよ。そんなじゃあ変わんないのかな、タワーマンションの普通のマンションに住むのとタワーマンション低層階に住むのってそんな変わんないの？タワーマンションに住む人たち上に住むため、でもさ、タワーマンションってなんだろう、上の階だけ住んでるわけじゃないじゃないですか。下の方にも人が住んでるじゃないですか。そう、あ、でもある程度高いところがいいですね。なんか虫が入ってくるじゃないですか。でもなんか言うじゃないですか、何階まで、なんか虫は、まあ、結局でもエレベーターとか使って上がってきちゃうけど、5階か。虫が上がってこない階。7階？あ、10階。でも10は停電になったらきついよ。10階ってもう低層階じゃなくない？しかも10階はまだ低層階なのかな。どんな話してんだろう。裏の声でもクリアだよ。眺望が今じゃ、あ、確かになんか結局もう何回でもいいんだけど、なんかこう窓を開けた時に隣の建物ですみたいなとこちょっと悲しい。パッて窓開けた時に遠くまで見えるのがいいですよね。日当たりがいいとか。何くらいで低層階？いや、間違いない。日当たりは絶対大事じゃないですか。だってカビ生えますよ家に。今の時期とか。洗濯物の乾きとか大事ですよ。楽しくて、なんか物件を見るのが、別に全然一人暮らしなんかできないんでしないんですけど、物件を見るのが面白くて。あ、タワマンだしって人いた。かっこいい人いる。今住んでるのは何階だって言えないよ。日差しは絶対大事だよ。だからなんか自分が一人暮らしするならとか考えたりするのが楽しいです。でも一人だったらそんな広い家はいらないんですよ。なぜならば掃除するのが大変だから。だからでも
ワンルームは嫌なんですよ。なんかもう全部が一緒、キッチンも一緒みたいなのは、もうなんかもう全部がなんか食べ物の匂いになりそうで嫌で、一日中食べ物のこと考えちゃいそうだから。面白い、アイドルに結婚する気ないのって言ってくれ。面白い。でも、そう、私は 1K でいいの、普通に。そう、ワンルームは嫌だけど 1K で十分。 1K でも家賃上がっちゃうじゃないですか。そんな2つも部屋作ったら、すごいお腹なる。 1LDK って言ったら何ができるの？ 2LDK はでかいな。ユニットバスってなんだ。めっちゃぐるぐるなる。独立洗面台がいい。部屋はいい。これ同棲希望者現れた。でお風呂がちゃんとあるとこがいい。お風呂、シャワーだけじゃなくてお風呂がちゃんとあるところ。トイレとお風呂、トイレとお風呂別がいい。友達は飛べません。メンバーとも住みたくありません。絶対私シェアハウスとか見てない。おんかなる、この時間。それ言って高くなるじゃないですか。だから、そのなんか、なんだっけ、その部屋を2つとか言ってる場合じゃないんですよ。もう 1K にして、そう、1K にして、もうそこの部屋の数妥協するから、お風呂と、独立洗面台。潔癖じゃないよ。あ、でもなんか若干潔癖、すごい、全く潔癖じゃないかと言われて、そんなこともない。でもさ、これはさすがにみんなも共感してくれると思うんですけど、この前ママに、って、細かすぎないって言われたんだけど、キムチ。まあ何でもいいんだけど、ご飯食べてる時、まず私は箸を自分の口をつける前に、例えばご飯の上にキムチとかなんかこうふりかけとか入れたかったら、もう食べる前に入れるの。納豆の上にキムチを入れたかったりとかしたら、箸を使う前にもう入れるわけよ。で、まあなんかこういろいろあって先になんか忘れてたとか、つまんじゃったりとか箸使っちゃってたら、水で洗って拭くか、まあ拭くだけとか、めっちゃ気使うわけ。もう入れたくないか、唾液を。だからなんか口つけたものを。でも箸でキムチの中に箸を突っ込もうとして、いやちょっと待ってと思って、まあキャップを譲ってもう口つけた箸でもいいけど、納豆のそれはないと思って、そう、まあ家族だしとか、そうだけど、家族だけど、そう、
いや、納豆かーと思って。そう、もうただでさえもう、そう、使った箸でも嫌だったのに、さらになんかも納豆あれあって、あーでもこれも分かれるんだね。これは嫌だって人と、いやそれは潔癖だって人と、で私もママも大型なの。アンケートしようだってこれ。アンケートしてどうなるのよ。そう、まあ確かにこうね、洗い物を減らしたいの。から、わざわざ取り分け用の箸とか、使わないの、あんまり。アンケートやる。ちょっとどこ行ったんだろう。あれがどこ行っちゃった。付箋がどこ行っちゃったから。なんて言えばいい。今の許すか許さないか。口をつけた。なんて書けばいいんだろう。気になる、気にならないって言っただけでいける？まあいいか。話して気になる、気にならない。ママね。これママ、もう一回言うと、そう、ママ、家族同士の話で、自分の口つけた箸で、みんなで一緒に食べてるキムチの中に箸を突っ込む。しかも納豆を混ぜた後の箸で。気になる、気にならない、どっちだこれはもう寄ってんじゃない。いや、そう、家族なら大丈夫っていう人は気にならない。もう2もいるね、普通に。納豆ですよ。締め切ります。5、4、3、2、1。ででーん。でも意外と4割いる。気にならない人が4割いる。納豆だよ。ちょ、めっちゃ声でかかって怒られるかもしれない。納豆だよ。家族だけど、はー、まあまあまあ、でもまあ気になる人が6割。っていう論争が勃発しました。この前。なんでそうなったんだ？間取りの話をしてたの。ひどい、ママを愛していないのね。そういうことじゃないよ。それは全く別問題だよ、納豆の箸。そう、なんでここにいたの？どこまで話したんだっけ？そう、だから私は、ちゃんといろいろね、
楽しい。あとお家の形は絶対にそのワンルームの部屋の形がなんかちょっと斜めになったりとかしてるんじゃなくて、絶対長方形がいい。ちゃんと角がないと家具が置きにくいらしい。あるのよ、なんかすごいなんか変にカーブしてるお部屋とか、斬新な形をしてるなんかお家があったりするんだけど、絶対四角いのがいい。普通そうって思うじゃん、普通四角いでしょって思うけど、その家の人その辺のとこ曲がってたりとか、なんかそう船みたいな形してたりとか。やったら細長いのもね、家具置けないってなるよね。そうデッドスペースを作りたくない。ロフトはいらない。楕円むずデザイナーズマンションね、おしゃれだけどね。いや浴室乾燥欲しい。うわもう浴室乾燥とあの追い炊きが欲しいんですよ。築年数は15年以内。こだわりすごいある。ねさてどんどんこれで。上がってってる。ああ、そう、宅配ボックスもあると嬉しい。そう、新築にこだわるとマジでない。で、築15年でも意外とそんな。駅まで徒歩何分？駅までは徒歩10分が理想だけど、うん、15分でもいいかな。15分まあ20分まで。何かを諦めないってやつかよ。立地を諦める。そんななんか大トラックが欲しいですよね。そういわくつき物件とかになっちゃいそうだよね。そうだよね。もうそんなね、あの条件のいいとこなんてなかなかないんですよ。15分でいいとこ住めんの？あ、全然15分でいいよ。あ、路線ね。あの、なんかね。高いとこ高いもんね。で、駅近すぎるの嫌なの。な、徒歩5分以上離れててほしいの。逆に。あ、で、そう、近くにスーパーが。絶対ないよね、そんなんでさ。いや、コンビニじゃない、スーパーが欲しい。二路線しようかもか。なんかそれは別にあれだな。マジで一人暮らし考えてるように見えますけど、あの全く考えてないです。あの全然一人暮らしなんてできないです。お金がかかります。
そうそう、あのなんかそんな、あのなんて、例えばすごい高いところ、土地が高いところに住んだら、スーパーですらもなんか高いじゃないですか、売ってるものが。だから嫌なの。ちょっとガスと IH、 IH の方がいいけど、でも別にガスでもいい。そう、正常石しかありませんみたいな、そうか、買えないよみたいになっちゃうから。そうだからこれを別に一人暮らしするわけじゃないのに、こうやって考えるのがめちゃめちゃ楽しくて、IH だとめっちゃそうお手入れが楽じゃないですか。地方に住む、いいね、ここでいいよ。そう、 IH はそう停電になったら使えないんです。今うちの家はガスなんですよ、まあ、だから別にガスでもいいかなって感じ。そう、なんか絶望する、なんかそういう風に、こんなになんかこうお部屋が、お部屋の広さで我慢してこんなにかかるんですかって。もうた家賃だけでもさかかるじゃないですか。でそこから電気代とか、なんかこう光熱費とか、ちも食費プラスでかかるじゃないですか。恐怖。だから世の中の人たちすごいと思って、一人で暮らしている人たち。他にも税金払ったりとか年金払ったりとかするじゃないですか。サラリーマンに家賃補助、え、いいなぁ、すごい。え、そう、お弁当節約とか、なんか、そういうなっちゃうじゃないですか。もう私も、無理ーって思って。そう、だから私は、ここにいるのが一番いいやって。あ、家賃補助みんなにあるわけじゃないんだ、それは会社によるんだ。一人暮らしいいなって思うけど、でも結局、無理だって思う。やちゃんどんなくなってるんだ。すごい、なんか社会の勉強会してる今日のショールーム。ね、だってさ、そうなってくるとさ、お洋服とかが買えなくなってくるじゃないですか。でも私
もう、なんだろう、自分がこう表に立たなきゃいけないじゃないですか。だからなんかこうボロボロな状態で立てないじゃないですか。自分にまずお金がかかるんですよ。髪の毛を切ったりとか、肌がボロボロにならないように綺麗にしてたりとか、お洋服とかもお仕事で必要だったりするし、とかあるから、経費がかかるんです。そんななんか一人暮らしとか言ってる場合じゃない。絶対に一人暮らしするんだったら、もうママの力は絶対借りないっていうのが条件なんですよ。だからはい、終了です、お疲れ様でしたって感じ。それで、無理、終わった、その時点でできません。もっと出世します。地方で事務所してくれ、わかんないです、あの実家だからそんなの考えたことがありませんでした。とてもムスだからしないんだけど、なんかこういろいろ考えるのは好きです。楽しい、ワクワクする。ここの駅からだったらめっちゃ仕事行きやすいなとか、あ、出世、違う違う、総監督は嫌ですよ、やらない。だから一生懸命貯金はしてるんですよ。貯金は頑張って、そう、家具をこういうの買ってとか、もうでも今もやりたいんです。今もなんかもう、でも自分の家ですらできてないわけよ。だからそんなんで絶対に一人暮らししたところで できないなと思って、なんか自分の貯金ってこれぐらい、貯金1ヶ月貯金するって考えないとカード切っちゃうからさスルーって思っても結構いっちゃったりする時あるけど、あの、まあ、一応自分の中でカードはいくらまでって言ってるから。私は YouTube でいい、の Vlog でおしゃれなお家の人のやつを見るのが好き。ご利用は計画的にですかね。一人暮らししてたら独り言多くなった、どうしよう、別に一人暮らししてるわけでもないのに独り言多い。まあでも、まあ一人でいる時間は長いんですよ、実際ここにいても。
そうね、友達とかもさ一人暮らしとかいう話を聞いたりするから、知らん沼にさ地元から友達がどんどんいなくなっててびっくりする。あれみたいな、いると思ったら今いないんだみたいなのとか結構あったりする。いつの間に一人暮らししてたのとか全然ある。みんな大人になっているんだなって、家庭持ってたりもありますね。そう、でも私地元は歩いてても本当に人に会わないっていうか、会ってるのかもしれないけど、私がいつもこうやってなんか斜め下を向きながらなんか身を隠すようにしたりって気づかないんですよね。だし多分もう向こうもなんか気づいたりとかしてたとしても多分気を使って話しかけてこないんですよ。私もあって思ったりすることはあるけど、じゃあ話しかけに行くかって言ったらそんな話しかけに行かないから、とかめっちゃ時差で気づくとか、あみたいなとか全然地元で人に会わない。そもそも会わないっていうのが多いけど、でもなんかこう地元の友達って大事だなっていうのは思ってて、なんかこう同年代の人たちとの感覚を失いたくないなって思って、ここにいると結構自分ね止まっちゃうの、止まっちゃうから、同い年のそう子とか結構もう普通に働いてたりとかするし、就活してたりとか、まあ学校行ったりとかしてるけど、やっぱちょっと違うじゃないですか、考えてる価値観とか違ったりするから、そういうのを知るのは結構楽しくて、からこう失いたくないなって思うから、たまに地元の子とかあったりするけど、でも地元の子とかあってもなんかちゃんといつもなんかその今まで通りみんなさ接してくれるから嬉しいなって思います。なんか気使わずに接してくれるのが嬉しい。結構学校の友達、今大学のねとか後輩とかいたりするけど、めっちゃみんな気遣ってくれるから、気遣わない友達っても全然いないからさ、高校の友達とかももう今ね、会ったりその一人しかいないんだけど、大事だなって思います。でも一人いるだけで違うから、そう嬉しいなって思います。みんな面白いなって思ったりする。もちろんこう AKB のメンバーのみんなも大好きだし、ご飯行ったりとかもするし、
う、でもなんかまたね、それぞれに良さがあるから、メンバーはやっぱなんだろう、仕事が一緒だから話がすごい分かってくれるし、仕事の話とかいっぱいできる。で逆にこう地元の話、友達とかっていうとかもマジで仕事の話全然しなくていいし、でみんなの話聞いてゲラゲラ笑うのが楽しいなって思うし、今学生ですよ。そう、いろんななんかアンテナと引き出しがある方が楽しいじゃないですか。だからそうするようにしてる。なって思います。そう、逆に言うと仕事話できないけど、でももうそんなのはいつもねしてるから、メンバーと。いいんですよ、それぐらいみんなの話が聞きたいなって思う。みんなのなんかこう価値観とか考えてることが知りたいから、普通のなんか大学生をしてるみんなのことが知りたいから、面白いです。いいリフレッシュになりますよ。で昨日はねお話し会もやって、すごい楽しかったです。いい時間でした。なんか刀剣がいっぱい使えたから、みんな来てくれるかなってすごい不安だったんです。まあ確かにずっとお話し会続いてるもんなと思って、でなんかすごい心配だったんですけど、やっぱりお話できてよかったです。すごい嬉しかった、楽しい時間でした。あっという間だと、私なんか最後の部やってた時にもう一部あると思ってて、ってぐらいあっという間だった。楽しい時間でした。昨日はねちょいちょい電波の不具合あって、なんかすごいラグがめちゃめちゃ出ちゃう人とか、あとね声が聞こえないって人とか何人かいたりして、申し訳なかったですけど、ありがとうございます。あ、ママが帰ってきたぞ、言ってみるかママに。さっきのキムチの話これしたら終わるね。ねママ、あのさ、この前さ、納豆のさ、納豆を混ぜた後の箸でさ、あ、ショールームしてんだけど、ショールームしてんだけど、え、ショールームしてんだけど今、あの納豆をさ混ぜたさやつにさキムチ突っ込んだやつあったじゃん、うん、あれが、あれはありかなしかっていう話をしたの。なんでそういうこの、あの個人情報をさ全国ネットで流すの。大丈夫、全国ネットじゃないから。全国ネットじゃないよ、全世界ネットそんなことないよ。でどうだったと思う、それが気になる人と。え、今配信中。うん、配信してるよ、うん、で、うん、気になる人と気にならない人ってアンケート取ったの。何対何だったと思う。もっと気になることはあるんですけれど。何その前にこれを言ってから言って。これが気になるか気にならないかが何対何だったか、うん、なのちゃんの味方するでしょみんな。予想は7対3ぐらい。おー、なんと6対4。すごくない？意外と4割味方いたよ。いや、あのなのちゃんさ、すごいなんか自分あの潔癖ですみたいな風を装ってるけど、うん、あのそれ、あの間違いだからなんで？いや、潔癖、潔癖じゃないよ、潔癖、潔癖ではないんだけどっていう話から来てる。そ
したら、あの昨日ママが切れたこと言ってもいいですか？いや、それは私見てなかったからだよ。喧嘩勃発するから終わります配信後。いや、それ以外にもあのほらいろいろふーんってやった。違うんだって。あのティッシュを捨てないとかそういう話ですね。そう、ティッシュ捨てないとか、あの飲み終わったペットボトルを並べちゃうとか、そういうのをするから、ただそれを言いたいんだと思う。潔癖じゃないんだって、だから。いや、潔癖の字もないけど、その納豆のやつはそれはさすがに違うでしょっていう。人に厳しく自分に甘い。違うよ。いや、それはさすがに違うでしょ。納豆だよ。というわけで、ワーに報告ができたので終わります。今日57位からと13位から読みます。終わったらこれ大丈夫だよ。よし、今日の57位は幕張のせんさん、あと牛カウンドナミさんです。ありがとう。そして13位小きつね7773、12位仲間と共に時代革命さん、 あれだ拳のとこに書いてあるとこだ。11位ワックアット野菜団さん、10位トントン大音楽堂さん、9位オーバーリブのマー君、8位クレさん、7位レフティサボさん、6位すぐるさん、5位ミノゾウさん、4位ヒロッピさん、3位コージッキーさん、2位チョコミントリスさん、1位アメちゃんです。ありがとうございます。倍返しだ。というわけで倍返しされました。結果はなんか、そもそも潔癖じゃないって話してたよね。そもそも私潔癖症ですってアピールしてたわけじゃないんだけどな。ビジネス潔癖じゃないんだよ。潔癖、そもそも潔癖じゃない。あ、また来た。また来た。いいよ、いいよ、いいよ、ママ。はい。また来たから終わります。じゃあ、決中レースしてまいります。あなたのハートを気にしたい。いつもぜひそう、楽屋汚いとか知ってるでしょ、楽屋。山中ちゃんにいつも怒られるぐらいだから、その綺麗好きではないです。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。次は火曜にやると思います。バイバイ。